さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況、早速遊んでいきたいと思います。次回ようやくね、200回記念になります。楽しみにお待ちください。お待たせしました。今回はいいねランキングのとても難しいから遊んでいきたいと思います。フランスの方の作ったコースですね。クリア率は 1% 切っているようです。なかなか難しそうだけど。これはどうすんの？よし、タイミングゲーか。タイミングゲー。ここら辺。よし。これは壁キックでいける？いけそうだね。タイミングよくブーフー。ほい。こっちは二つ目は壁キック。よいしょ。ほら、超えた。次も壁キックだと思うけど、この辺。よいしょ。ほい。あのさ、赤コインはどうやったら取れるの？赤コインの取り方が全然わからないんだけど。はい？あ、そうかそうかそうか、わかったぞ。やばいやばい、危ない。これピンクコイン全部取らなきゃいけないんだったら無理ゲーなんだけど、大丈夫かな。ここはなんとかなる。ここはここにいれば大丈夫なはず。戻ってくるのかな。ここも大丈夫だね。落ち着いて。おわーい、飛び上がる。ほい、よいしょ。うわあ、壁キックで耐える。耐えるよ耐えるよ。次次次、赤砲台が降りてきたところで行く。行った。うわー、これきつ。左下のピンクコインが今のところ一番取りやすそうだけど、あれはもうここまで来たら踏んじゃった。畜生め。おー、抜けた。やばいやばい、今また時に当たるところだった。アホなことはしないぞ。ここはくれ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 、届いたー。よかったー、あのあと一発で突破できて。ピンクコイン取ってると1アップ取れただけか。いや、あの難易度でピンクコイン5枚取って一気アップじゃ割に合わないですって。フォーグレッグ&タイラックスでいいのかな。ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かった。お次はママニャンさんのスピードランですね。30秒のコース。いいねランキングの難しいから、ベストクリアタイム25秒、クリア率 8%。さっきのコースが難しかったからね、このぐらいの難易度のコースで楽しく遊びましょう。さっきのコースも面白かったけどね、あーダメだ、これ音符ジャンプが立ち回り系だ。しまったぞ、くるくるスクールさん、これ苦手なんだぞ。詰まってるし、詰まってるし。ちくしょうめえ、詰まりすぎた。まず一発目の音符ジャンプはうまく、すべてがそこを進めていかないとダメでしょう。青ドクロに乗ったら、ここ、上へ、上へ。から、戻るよ。さっきもこの辺でやられたんだっけ？バウブロックを叩いて。え、これでも間に合わないの？よいしょ。ここら辺つまんないようにちょっと早くしてみたけど、どうだろう。途中でジャンプを入れてみた。早くなってると思うんだけど、これでクリアできるかな。せめてここは突破しないと。どうだー。ここはどうすればいい。よいしょ。ここでジャンプ、ジャンプ入れないとちょっと引っかかる。乗れてない。よいしょ、ここでジャンプ。オッケー。今度はタイムロスないはず。さっきやられたところどうすればいいのかまだ分かってないけど、よいしょ。
つめ切っていくだけで OK か。パル叩いて。また詰まっちゃった。残り時間13秒だけど間に合うのか。扉に入ったら右ダッシュだと信じる。パルは勝手に叩いてくれてる。いいね。問題は残り時間。ここは自分で叩く。あー、何がどうなってんのか、わけのわからないうちにゴール。一番最初のスターの公開時間の間に引っかからないでいくっていうところが超難しかった。何しろね、画面が見えない、床が見えない。スピードラン30秒、ママーニャンさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。次はこちら、ランキングの18位ですね。テクニックハウス、ニクサスアヤヤさんでいいのかな。クリア率 4%、 ベストクリアタイムは34秒。こちらのコース遊んでいきたいと思います。テクニックハウス、助けの技を使うコースじゃないといいんだけど、一応確認いっちゃうか。了解しました。タイムは50秒ゆっくりあるから安心。ここでまずスピンジャンプでしょ。次ここは壁キックね。よかった、助けのコースではなさそうだけどと思ったけど、ここは空中バネじゃんかな。失敗した。ほい、この辺から勢いつけて、くるくる、あ、届いた。スピン乗り継ぎ。あ、これは余裕があった。低い、低い高さでジャンプしても大丈夫だったから助かったんだけど、この次はなんだろう、ここでスピンでしょ。そっから壁キックして床を見てくるのを忘れたけど、まあ大丈夫だね。二マス壁キックは難しいけど落ち着いていくよ。ここは上に当てる。ほいほい、あんまりスマートじゃないけど突破できればまあいいでしょう。これは普通にスピンで持っていくだけでいいのかな。どっかで投げる必要があった。あれ、え、あ、メットが起き上がっちゃった今。それは聞いてない、畜生め。ゆっくり行きすぎた。押し戻ってきました。ここで壁に当てて入れば OK。 お、また中間、ありがとうございます。テレサにはこれ渡っちゃうね。からのスピン、よいしょ。これでまた乗る。はい、壁キック、置いてかれた。あれ、ついていくのかな最後まで。乗るでしょ。ちょっと小さく刻んでいくよ。くる、よーし。床はなくなっても大丈夫。あのね、青ドクロについていかなきゃいけないのかなと思ってちょっと焦りすぎちゃった。でもついていかなくて大丈夫と分かれば、このぐらいの壁キックだったら大丈夫。それにしても空中バネジャンができなくなってたのがやばいな。まだ練習しないといけないことが増えちゃった。テクニックハウス、ネクサスあややさん、ありがとうございました。なんだこのコースは面白そうだ。矢印と反対方向に進め、70秒あべこべスピードラン。くー影さんでいいのかな。クリアタイムは59秒、クリア率 2% 台でしたね。やばいなこれ、矢印と反対方向に進めてめっちゃ引っかかりそう。まずは上か、そういうことか。下、1、2、3段ジャンプからの下。なるほどね、これだったらなんとかなるかもしれない。ウェーイ、下。いやでもこれ素直な人ほど引っかかる。上、これ絶対釣られるって。普通はくるくるくるさん、へそ曲がりだからなんとかなってるけどね、超むずいよこれ。ほい、かぶってかぶって、お邪魔します。左、あ、戻っちゃった。今ねちょっとチラ見できた。左でしょ、こっちからスピン、よーし。あ、しまったー引っかかったー。お、もったいない。ここは走っていくだけで OK。 ウェー、おーし、さっきのところ突破したよ。からのクリボを踏んづけたら上だ。次はこのテレサービビってした。矢印の位置にも結構引っかけ要素があるから気をつけないと。くる、危ねえ。右行くよ、そのまま。下か。
今度は三択になってやった。ちょっと引っかかっちゃったかな。こっち行って扉にお邪魔します。合ってるはず。下な上、あ、そこの左側の矢印、ここの合図だったのか。それはわからないよ。ちくしょうめくれくれくれ。よし、もうでもあそこまで行っちゃえばゴールはすぐそこでしょう。今度は引っかからないでスムーズに行ってあげるよ。くるくるくるさんの真の実力を皆さんに見ていただかないと。まあみんなもう分かってるかな、うん、さっきのだって空中バネじゃんできないとかそのぐらいになっちゃってるんですよね。なんでだろうね。マリオメーカーそれほど被っているわけじゃないんだけども、なんでできなくなるんだい。新しい技はどんどん生まれてって、なんでここは戻るんだいと。ここのタイムロスがちょっと心配だよ。でもまあそのぐらいだったら多分こういうコースだったら大丈夫だと思うんだよね。ギリギリタイムっていうことはないと思う。お邪魔します。よいしょ、ここがうえーうえーさあ。さっきどこだっけ、この辺で、あ、危ない危ない危ない。こっちくるりんくるりん。よし、右に走っていってドス投げて、ここね絶対引っかかりやすい。よし、お邪魔します。次下、よっしゃ引っかからないでいけたぞ。うえー、オッケー、パウ投げて、オッケークリア。これね、僕みたいに素直な人ほど引っかかる。何言ってんだろうね。くるくるくるさん、矢印と反対方向に進め70秒、あべこべスピードラン、めっちゃ楽しかった。ありがとうございました。それでは次のコース遊んで今日は終わりにしましょう。はい、最後はこちら、いいねランキング簡単の第6位、大発見、ピンクコインを5枚同時に集める方法を発見したタカツーさん。どういうこと、甲羅を蹴ったりしてもちょっとずつタイミングはずれるよね。同時に5枚集める、まさかそれだけかーい。自分ができること何もないやないかーい。上おしっぱ、よっしゃー、バイ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 。爆発する前に、いや確かにね、これだったらね5枚同時に集められますよ。うん、それ以外言いようがないよ。やかましいってマリオさん。大発見、ピンクコインを5枚同時に集める方法を発見した。タカツーさん、ありがとうございました。今度はね、ぜひ、土管の表と裏10枚同時に集める方法をどなたか発見してもらえませんかね。そんなわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況200回記念でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバイ。